はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、入院中の話なんですけどね、まあ、その入院中というのはですね、その病室でゆっくり安静にしとかないといけませんけども、このね、ちょっと調子がいい時やね、気分がいい時っていうのはですね、コンビニとかね、その売店に行きたくなるんですよ。暇でしゃあないんでね、まあ、その病院によってはですね、その入ってるコンビニがね違うので、その〇〇のコーヒーが飲みたいなとかね、そのあとあのそのスイーツはね〇〇にしか売ってないっていうのとかがあってね、まあ、ちょっと我慢せなあかん時もねありますけどね。でもどうしても買いたい時っていうのはですね、ネットで頼んで、そこのコンビニに、病院にね入ってるコンビニに届けてもらってコンビニ受け取りっていう風にもできるんですけども、ある日ね、その保険組合からですね、僕の病室にね書類が届いたことがありまして、このね、そのお届け物が届く、病室に届くということはですね、宅配業者が持ってきてくれてるんやろうってね、こう考えてみたわけですよ。で、ね、だからそのネットで買い物をしてですよ、わざわざ病院のコンビニ受け取りにしなくてもですね、病室の部屋番号まで記入すれば部屋まで持ってきてくれんじゃないのって思ったわけですよ。だからやってみたんですよね、入院中に。ほなね、無事届いたんですよ。まあ、クリーンルームと呼ばれている無菌室だからね、ほんまは関係者以外立ち入り禁止なので、ナースステーションで看護師さんが受け取ってくれて部屋まで持ってきてくれたみたいです。でもね、まあ、それがね、頻繁に続くとですね、看護師さんにね、こう言われたんですよ。ええねんけど、そんな頼むんやったら、家族さんにってね、こうね、濁しきれてない濁らし方でね、言われました。まあ、そりゃそうですよね。看護師さんもね、忙しいし、ね、宅配業者ちゃいますしね、まあ、入院中の方はね、病院側に聞いてみてから、注文してみてください。でもね、まあ、この方はですね、どうやって届いたか分かりませんけども、まあ、きっとね、この方も家族さんが持っていてくれたんだと思うんですけども、その12月、ね、昨年の12月の末からですよ、あの悪性リンパ腫での治療で、ね、入院されている笠井アナウンサーはですね、漫画が届いたようです。あの今話題のあるじゃないですか、鬼滅の刃っていうやつですか、それをね、ドーンと大人買いしたみたいですね。その梱包された状態からね、茶色いね、この包み紙から中身を取り出して、この今度はプチプチに包まれてる漫画をね、ジャーンってこうね見せてましたね。そんな写真がねブログに載せてました。まあ、そんな笠井さんもね、5回目の5日連続の抗がん剤24時間点滴がね始まったようでですね、まあ、その始まるタイミングで漫画が届いたので、ね、結構喜んで貼りました。なんかね、めっちゃ漫画が好きみたいなんですよ。そんなイメージなかったんですけどね、すごいニュース読んでるイメージとかね、そう、まあ、ちょっとバラエティ系 の, そのワイドショーっていうんですか、それでね、ちょっとコメンテーターとしてね、あの笑いながら喋ってるって感じ のイメージがあったんで、そんな漫画好きだと思わなかったんですけども、でもその回のブログはですね、終始漫画の紹介でした。ねえ、漫画もいいですよね。まあ、僕はね、入院中はずっと YouTube 見たり、撮影したりしてたんで、今思えば結構ね、あれは疲れてましたね。先日 の, そのリハビリの話でね、そのウォーキングやその理学療法士さんとの、ね、トレーニングをお話ししたんですけども、まあ、あれとはまた違う疲れ具合になってたので、まあ、僕もね、なんか漫画でもね、読んでたらよかったなって思いましたね。でもこの抗がん剤がね、始まってからというのはですね、副作用が出てくるとね、漫画を読むどころじゃね、なくなるくらいに、ね、なったりするんですよ。ほんでもね、その骨移植をすることが決まる前にしてた抗がん剤っていうのは吐き気とか下痢とかっていうのは少なかったんですけども、まあ、気が抜けましたけども、その僕の場合はですね、発熱がすごかったんですよ。熱がね出てましたね。頭がガン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 するっていう、その38度以上っていうんですか、39度までは行ってなかったような気がするんですけども、それが3日続いたりとかして、解熱剤をもらってましたね、もらいまくってましたね。
で、ほんでしんどすぎてね、寝れない時はその睡眠導入剤っていうんですか、そういうのをねもらってましたね。まあ、あれもね何種類かもらいましたけども、まあ効くのと効かないのがあったのでね、結構大変でしたね。まあ、まあ話は戻しますけども、まあ、そんなねしんどい時はね、本当にねゆっくり食のがね一番です。ゆっくりとかね安静っていうのはですね、どういうことなのかね、僕も入院するまではね分からなかったんですけども、そのベッドやお布団の上からね動かない、寝ている体勢でじっとしてる、こう寝転がってる状態がねじっとしてるってことですよ。まあ、ということらしいです。でその調子がいい時はですね、そのベッドのリクライニングの機能がね大体病室にはあるんで、それをこう起こしてこう座ってる状態でもいいらしいんですけども、それこそねそれで漫画の本を読んだりとか携帯でね動画を見たりしてもいいんですけども、でもね人の体というのはですね、こう寝てる体勢っていうのがね一番休んでるらしいです。これはね病気とか関係なくですね、健康な人であっても同じですので、こうなんかしてて疲れたなとか、こう同じ体勢で じっとしてて疲れたなって思ったらですね、その5分ぐらい寝転がったらちょっと回復するみたいなんですよ。なのでね、やってみてください皆さん。でも仕事中はね難しいと思いますけどね、まあ、家にいてる時にねやってみてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。